酒館学院修習期限定講座パッケージの授業講師の酒館です。今回紹介するのは1992年にセガエンタープライズがゲームギア向けに発売したひょっこりひょうたん島、ひょうたん島の大航海です。はい、でこうかな、でこうで、こうで、で、こうかな。で、裏面がこんな感じになっています。で、表面から見ていくと、まあ、ひょっこりひょうたん島、ひょうたん島の大航海っていう、まあ、なんだろう、雲のに描かれてるんですかね。で、ゲームギア専用ソフト、で、セガのロゴがあって、で、一人用とアクションゲームっていうアイコンがここにあります。で、まあ、ひょっこりひょうたん島のキャラクターが 1,2,3,4,5,6 人いて、まあ島があるんで多分これがひょっこりひょうたん島なのかな。あ、これひょうたん島のこの火山が噴火して黙々と上がった煙にこのひょっこりひょうたん島、ひょうたん島の大航海っていう表記がされてますね。ここですね、山がね見えますね。でこれが多分ひょっこりひょうたん島ですよね。ってことで、まあ、裏面に行きますと。と、やっぱりキャラクターが1,2,3,4,5,6 同じ？一応同じキャラがいますね。はい。で、大変だ、事件だ、大事件だ、え、何が大変かって、ひょうたん島の大騒動、とにかく事件ですぞってね。あの全く内容が伝わってこないね。多分これ原作してる人からすると何か意味があるんでしょうね。で画面写真が2枚あるけど1枚はあのタイトル画面っていうね、あのゲーム内容が伝わってこないあのパターンです。あ、でここに NEC ソフトウェアとあとジャスラックのシールが貼ってありますね。でまあ伝わってこれを見て伝わってくるのはひょっこりひょうたん島のアクションゲームなんだろうっていうことはこう伝わってくるんですけど、さてどんな何をするゲームなんだろう、どういう操作をするんだろう、キャラクターどんな風な絵で出てくるんだろうっていうのが全くわからない。うん、わからないですね。どうしましょう。事件です。大変だ、事件だ、大事件だ、ゲーム内容がわからないぜ、とにかくわからないんですぞ。以上、酒館でした。